推しのコンビニ日本語虎の巻はい始まりました日本語虎の巻巻子です虎ですこのポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生の虎とでお送りしています推しのコンビニはいもう推しって言葉が普通に使われるようになっていますねまああのアニメとかでも推しの子とかあるしね,ねうん もうそういういので今「推し」っていう単語はもうめちゃくちゃ流行ってるっていうか流行ってるっていうかもうなんかもう普通の単語としてなんかなじんできたよね逆にあと、うんま、日本のコンビニは相変わらず大人気だねまあクオリティだね、うん、たまたまその昨日話したことその子は日本に留学したからね、うん、でどこのコンビニが好きだったっていう話になってセブンイレブンってなったんだけどまあ いいろろだよね、皆さんはどのコンビニが好きですかたまたまその家の近くにあるコンビニっていう意味で好きっていうのもあるかもしれないけど、うん、えっものにもよるよねって、うん、まあその子はセブンイレブンって言ってたんだけどもういきなりあの話していいあいいよい,いよ母さんの意見ではこなんかセブンイレブンは別にそんなになねないセブンちょっとなんか癖ありすぎないなんとなく。 セブン癖なんとなくさあとセブンイレブンって暗くないいや<ち>そんなことないうちらが行くところだけわかんないけどあとなんか癖があるんだよセブンオリジナルがいっぱいあるかもしれないからかもしれないけど、うん、飲み物とかもういろいろさなんかセブンだけのものとか、うん、でそれセブンだけのもので好きなものもあるよ、うん、あのなんかパンでセブンだけでセブンイレブンとどこだっけなどこだっけな あのタッグを組んで作ってるってやつがあって、うん、セブンでしか売ってないからっていうのはすごい好きなんだけど逆にセブンでしかないものばっかりがあってなんかあんまり好きじゃないのねなるほどそっちの考えの人ねそうそうそうでもカレーうどんはセブンが一番おいしいと思う,うーんこの間さなんか夜ご飯いらないってなったじゃん、うん、でたまたまテレビで見てたら,からカレーうどん食べてたシーンがあったのよドラマで、うん めっちゃカレーうどん食べたいと思ってでもすぐセブンにカレーうどん買いに行ったんだけど、うんあのね、やっぱあのカレーうどんはファミマとかにもあったりするけどでもセブンの方が美味しいと思うだし、うん、香るなんとかカレーうどんっていうんだけど、うん、なんかね美味しいねあれ五百円だ、ね、し香っちゃだめじゃないいや美味しいのよあれ500円ぐらいだよしかもああそうなのお安いカロリーの方が高いよ多分 まあねでもそ,のそれが好きで、うん、ファミマにもあった気がするんだけど一時期ねそのコンビニのカレーうどんにハマった時があったのよ。でその時まだオンラインじゃなくて外にあの教えに行ってた時代だからお昼をよくコンビニで買ったりとかして食べてたんだけど、うん、週に1回カレーうどん食べてて結論やっぱあの。 セブンのカレーうどがいた<ー>でもいろいろじゃんおでんはどこどこファミマとかさ、うん、なんかそのものによって違うことないまあねで、まあ、さっきも言ったけどパンはセブンイレブンだと思うんだよお母さんはね、うん、でカレーうどんはとか食べ物はセブンかなと思うのおいしいものがあるからね、うん、ラーメンとかもおいしいしで,でも飲み物とかは なんかセブンのクセ強すぎてちょっとあんまり好きじゃないのね、うん、で物も,もあんまりセブンの物あんまり好きじゃないのうんセブンって無印良品と組んでるそれファミリーマート無印と組んでたっけ多分それファミマ,そうファミマだと思うでもセブン,セブンはなんかセブンオリジナルのなんか物が売ってると思うあ,あれねだからなんかあんまそこら辺も好きじゃなくてだから ごなんかご飯食べたいなっていうときはセブン行くかなあとパンとか、うん、だけどミルクティー飲みたいなっていうときはローソンとかがいいと思うローソンのなんかミルクティーが好きなのね母さんは、うん、でもローソンはそれ以外にいいところがないの特にね,ねでもローソンは全体的になんか明るいのあローソンもう一個いいとこある<何>お母さんの好きなナッツが売ってる、うん、で僕それはセブン‐イレブンとかファミマに売ってないの、うん ナッツのお菓子が売っててなんかその意識高い系のおやつが結構売ってるのね、うん、なんかそれは好きなのね健康的なやつお菓子がねでそ,そこだけなのローソンは、うん、あとはパンも全然良くないしうん、うん、食べ物も微妙だしローソン、うん、大してねなんかいいとこないんだよね今わかるよわかるローソン一番人気ないね気がするでファミマは 平均的別に、はい、なんかパンも悪くはないし、うん、まあ飲み物も好きな飲み物ないけど、まあ、悪くないよみたいな感じ、うんまあ、まあ基本好きなものは買えるっていう好きなミルクティーも買えますよみたいな、うん、あとファミチキとかも美味しいし、うん、だからまあ いいかなって感じがするけどだまあ基本あとファミリーは何が好きって靴下が好きうん分からん <laughs> 靴下がねめっちゃ使えるの,あのおしゃれであのおしゃれかあれおしゃれめっちゃカラフルだし白にあれじゃん何緑なんか青緑とかそう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 ダサいじゃんくない、キムタクも履いてんだよいや関係ないしかもなんかまあでも長持ちはしないけど何,に何回かであの破れたりするけどうん いやなんかちょうどいいいちいちさ靴下だけ買いにさ、うん、他の店行かなくていいじゃんコンビニでさ買えて、うん、しかもまあまあいいお買い得の値段でさ、うん、だから好きなのファミマいやネットでポチればいいじゃんまあそうなんだけどねまあそうなんだけどさ、うん、ネットでほらポチるとさなんかあの段ボールとか着てさほらミ,ニマミニマリストだから道っていちいち嫌なのよ段ボールとかといらないのよ 段ボール使えるって逆にじゃあミニマリストの人は捨てるじゃん捨てるために段ボール必要なんですよ、うん、そうかもう段ボールすらいらんなんかもうヤマトの人カゴに入れて持ってきてくんないかなと思ってぐらいそれは無理だなそれ引き取ってくんないと思ってカゴ「ンボールマジいらんわ」<laughs> じゃ話それたけど <laughs> で だから、コンビニで買った靴下、そのまま履けるじゃん、だから旅行行くときとかに、この間も東京で1個買ってたでしょ、うん、あ、買ってたね、そうそう、1個しかなかったから、乾いてなくて、まあいいや、コ,コンビニで買おうと思って、うん、で、ファミマ行ったときに、新しいなんか、カラーのやつ買って、それ、あのまたなんかちょうどいい、可愛いカラーのやつ売ってんのよ、うん、だからなんか、おしゃれだし、結構好きなの、長持ちするし、いいんだよ、ファミマの靴下、おすすめ、皆さん。<laughs> 女性用男性用とちゃんとサイズも分かれてるし。<laughs> うん。死んだそれ豊富です。悪くないですね。悪くないよ。本当悪くない。T シャツも実はいいらしいよ。着た買ったことないけど。それもちろんオシャレとかじゃないけど、うん、ちょっとしたちょっとした感じのにはいいらしいよ。いや、やっぱ俺はあれだわ。何俺もう断然ファミマン。ファミマン、うん、俺ファミあんたファミマンの店員ぐらいなんかファミマン行ってるってさめっちゃ着て,てるよ。 あのセルフレジの,あの速さが半端なかったもんね。あもうおかしい、ばばばばってもうすぐできる。あれ、あそ,うそういえば。あのね、いやまあ、人気かどうかは、一旦置いといて、うん、そういえば、店舗、うん、数ランキングって、うん、2023年1月のデータなんだけど、うん、どこが一番だと思います店舗数店舗数。セブンイレブン。そうセでしょう、やっぱりね。だって西、セブンイレブンって何年か前までは西にはなかったのよ。 <laughs> で何年前だろうあんたが小学生の頃だと思うよだからここ数年で初めて、うん、あの昨日行ったあのセブンイレブン、うん、あそこで多分うちの市は初めてセブンイレブンができたんだと思う、えー、でそっから一気にバーって広がったのめちゃくちゃいっぱい、うん、だからセブンが来たセブンが来たってなってでセブンってもともと東京とか東のものだったのへえ<ー>そう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 あと 2位はさすがにファミマそうファミマですうんやっぱ強いなセブンファミマはワンツーだよねだってさファミマってサークル系買ったでしょうんだからそれで高い増えたんだってはい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 じゃあ3位はローソンじゃないのそうくるとですよねうんまあまあそこの3つは分かるじゃんちなみに数見てもそこは圧倒的ですうん4位うんあね新しいのもない ニューデイズとかああちょっと待ってねそれさ調べたんだあえー、っとニューデイズはあるけど7位ですねあそうそ今三 3, 3位ローソン3位はローソンです、ね、それは3大勢力だよね 4, 4位何ミニストップ正解ああでもミニストップってこの辺だけじゃないいやそんなことないあれもね店舗数的には実はうんえーっとセブンイレブンが店舗数全国でに、まあ、2万1111十一 うん、こうやってファミマが 16, 1万63141万違うんだね1万じゃない違うよセブンとあれだよファミマで5 0 0 0ぐらいそう5000ちょい3位がローソンで、まあ、13, 1万、う、3735、ん、これも3000点僕は違うんだけど、うん、えミニストップになると一気に減ります1868、うん、点少な、うん、そうあのだからもう田舎に多いよね あの上,上3つが強すぎるから、うん、だから本当にだってもうねだっ,だって10倍以上話してるからね1位とそうだよねだって東京と大阪の子でミニストップの話してもミニストップないなっていうもいやミニストップでいやでも俺大好きだよミニストップミニストップこの辺多いよねだから田舎を攻めてんじゃない田舎に行けば行くほどミニストップじゃない、うん、あんまセブンイレブンとかないじゃんうんえあえビビる何 えっとさっきニューデイズ7位って言ったじゃん、うん、ちなみに5位が成功ーマーザーなんですよ成功強いんだよ成功ーマートねうん1173店舗あのねさっき調べたんだけどまあいいやで、えー、4位が成功じゃあ 5, 5位が、ね、6位はデイリーヤマザキですねデイリーヤマザキまま来てんねデイリーヤマザキってさこの辺だけじゃないと思うそれこそ本当に田舎に行くとデイリーヤマザキばっかり うん、でもさデイリーヤマザキとミニストップって似てないミニストップも悪くないけど、うん、なんかデイリーヤマザキとミニストップのいいところはなんかその店内で調理したそのオリジナルのもの、うん、なんかおにぎりとかもさまあ店内で作るよ、ね、そう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 だから美味しいんだよね、うん、そうそうそうまあ新鮮って言い方あるよね新鮮じゃないけどなんかなんか本当に美味しい普通のコンビニよりもまたさらに一段進化した美味しいおにぎりとかおかずが食べれるっていうのが、うん 結構ミニストップとデイリー山マキの売りじゃないもうデイリー山マなキか完全にパンとか売ってるもんねそのお店で焼いたうんだから美味しいんだよねあでちなみに、うん、えっと最下位、うん、最下位が分からないけど17位、うん、えっと17位これわずか10店舗しかないですね、うん、なん何かご存知ですか 知らんめちゃめちゃ田舎のやつじゃない分からんこれあるん俺は本当に全然見たことないからあるか分かんない全く分かんないんだけどうんえっとラムーマートっていう知らん田舎のとか地方のやつだねもう絶対地方のやつだね何、うんね、県のやつなのよかん全然分からんけどねラムーマートはいどこなんだろう聞いたことないなラムーマートうーんとね出てこないねこの辺には絶対出てこないよこんなの ああ,あ,あったラムーマートとは何ですかコンビニ並みのじゃあコンビニ並みの店舗面積の小型スーパーだよちげえよえっ平仮のラムーマートじゃないのあそうだようでしょでしょコンビニスーパーって書いてある日本一安いコンビニです本当だ日本一安いコンビニだってでもえー、何安百198円の弁当、はい、岡山県を中心にね展開してるっていうラムーマート ああそういうことね岡山で展開してちゃそりゃあないわはい、えー、皆さんも日本に来たらもうぜひ岡山だってもう岡山自体さマイナーな県じゃんまあねそんなとこで展開してたらもうはえ、あ、すごいね、うん、見たことないわでもこう田舎ってこういう謎のさコンビニあるよねうんかるよそういう意味ではセイコーマート強いと思う北海道ってもうセイコーマートだらけだったじゃん そうねだから逆に言ったらさ、うん、から北海道広いじゃん、うん、そうだからやっぱそこなんだろうねいっぱいあるのかなでも<う>セイコーマートさ美味しかったじゃんセイコーマートもさ何て言うのかなその店でオリジナルのさパンとか北海道のものとか売ってたりとかしたじゃん、うん、でもセイコーマートって関東にもあるって知ってた埼玉とか,か茨城にもあるんだってえずるいじゃんと思ったんだけどまだからそこ にしゅう集中してるよね集中してかうんセイコーマートちなみに訳してなんて言うか知ってる、うん、えファ,ミファミマ的なセコーマーだってセコーマーかなんかやる、ね、な驚きはしんなまあねいやもうセイコーマートのあのちくわパンが美味しすぎてさい<や>それだないや <laughs> えっ何セイコーマート一押しい北海道の食べ物いっぱいいなかったまあ北海道にいっぱいあるからねそりゃ なんでセイコンマートは茨城県にあるんですかだって茨城県埼玉が9点茨城で83点もあるんだってえ <laughs> でもセイコンマートない7位でしょうんあとほとんど全部あ<れ>あ残り全部が北海道5位だよ <laughs> 5位すげえこのラムーマートうんえっと何件いや10件しかないんだけど10件えっと缶コーヒーうん 25円安っす,すごいねそうアルコール類うんアルコールって高いじゃん、うん、えっと缶のハイボールが99円、うん、は別の意味ですごいね明太パンが68円はあ<ー>えこれカップヌードルが、うん、これ、まあ、でかいやつじゃなくて普通のサイズが98円うん、うん うーんとんでもないうーんちょっと行ってみたいよねこれ行ってみたいね逆にねラムーマートつって岡山に行かないからなま岡山に訪れた際は是非訪れてみ行ってみてはいかがでしょうかうんうんうん、まあ、あとねあの北海道に行く人は多いと思うから、うん、是非セイコーマートに行ってちくわパンを食べてみてくださいセイコーマートあと北海道の食べ物とか なんか見たこともない食べ物いっぱい置いてあった気がする聖コーマートの中ってあそうな、ね、のあんまり覚えてないけどなんかなんかミニストップに近いっていうかその現地で作ってんだろうなみたいなのをが結構あった気がするけどなああと海産物を多めだった気がするやっぱりそうかなあでもなんかそれはそうだった何かお刺身とか置いちゃったね、うん、とかそうそうそうなんか海産物系のお惣菜とかが多かった気がする 成功もあ違うそれ成功もあっないわ北海道のオリジナルみたいな,なんか北海道でしか売ってないコーラみたいなのなんかったっけ全然わかんないなんとかなんとかなんか G から始まるやつ忘れちゃったなんかあったんだよ飲んでたよ飲んでたっけ飲んでないかも大君が気に入ったごめんな、ね、ちょっとそれちゃったんではい戻しますけど 僕お母さんがセブンイレブン言ってなかったねあなたはセブンイレブン派ですよねお母さんが違いますよ全体的にまあセブンかファミマかぐらいでセブンイレブン派では決してありませんもう僕は圧倒的にもねあファミマねファミマですねんでやっぱ使ってるってのもあってやっぱ愛があるんだけどはい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 えっとこのなんだっけなあはい えとファミマの,、ね、この好きな理由ってうのがなんか一番好きなコンビニートップ3の、うん、セブンイレブンの好きな理由とかがお惣菜、お弁当が美味しいとかね、うん、言ってるんですけどやっぱねあれあファミリーマートうん、うん、やっぱこのポイントがたまりやすいこれねそうだと思うんですよ。ポイントファミマポイント、はい、ティーポイントティーポイントがまあいろんな、ね、ポイントがたまりやすいらしいですね。 らしいっていうのがめっちゃ多くて割引やお得なキャンペーンがあるこれねそうなんだよあったっけうんえ結構ねあるんだよ意外とさすが貧乏だからそこチェックしてるねそうだよまだちょっとホットスナックうんここ俺ねほんと一押しなんだよやっぱ確かにファミマあるかなんか一個何か買うとおにぎり10円引きとかあるじゃん2個でいくら引きとかあるかも あと、ほ、まあ、っとするならこれだけは絶対に押したい。ファミチキあのだから、セブン‐イレブンの7から、うん、であの、ファミマのファミチキ、うん、で、あとはローソンのからあげくん。この中でやっぱずば抜けて一番強いのがやっぱファミチキなんですよ。そうなのなのんでだってあの7からも、うん、まからあげくんはまあ,あれだけど。うん あれじゃんキャラ化してないじゃん,んファミチキはファミチキ先輩っていうのがもう1個のキャラとして成り立てるぐらい人気なんですよ唐揚げくんおることない、まあ、それを言っちゃダメなんだけどいなかった唐揚げくんっていうキャラまラ、あ、揚げくんはいるよいるよねじゃあい,いるじゃんキャラ化しされてるじゃんいやでもですようんそもそもだか店舗数がやっぱローソンよりまあファミマの方が多いじゃんファミチキくんっていうのはいいのファミチキ先輩ね先輩なんだはあ いいでなんでいや本当にマジでなんかあと、うん、ちょうどいいんだよね油がえー、なんかねスパイシーチキン食べたけどちょっと油濃かったあんねいやそれがいいんだよ個人的にはクリスピんーなんかハバネロクリスピーなんとかってやつがークリスピチキンおいしいよねあれ美味しいクリスピーチキンおいしいねそうそうそう めったにそのチキンとかから揚げ買わないけど、うん、あのファミチキの系だけはちょっと買っちゃうかな母さんもなんとなくね買ううまいんだよあ、うん、とねファミチキね味変わりまくるんだってあそう普通のプレーンのやつとあとは辛くなったりとか、うん、柚子胡椒味だったりとか、うん、あ,そうあと塩だれとか変わりすぎじゃないいやいっぱいあるからこそもう飽きないファミチキがってことファミチキ焼き鳥も売ってるよね焼き鳥もあるんだよ 焼き鳥は美味しくなかったよ焼き鳥うまいんですよそう俺はもう皮の皮のタレが大好きはあんそう焼き鳥鶏皮のタレとうんあとあれだねえっ、ー、とあま肉まん肉まんに飛んだ冬じゃん、うん、肉まんねあれなんだよね本当、うん、もう寒い時にもう絶対もう絶対と言っていいほどもう食べるじゃん、うん、食べるか食べますねあそうでもなんかた 基本はね、うん、まああれまあ肉まんっつっても、うん、まあ普通のなんか普通の肉まんとなんか大入り黒豚まんみたいなさとあるねあるねピザまんとカレーピザまん、あ、とカレーまんはあったりなかったりだけど、うん、ぐらいじゃん、うんえー、ファミリーマートもうそんな量がしてめちゃくちゃ多いんですよ嘘<そ>いや本当に何があるえー、たまあ普通にまあ普通のねやつとかあと あ,あるとしてて、うん、ビストロマンってご存知あな,んかなんかさピザマンでもクオリティ高いやつがあるなと思った気がするいやあのね、うん、そう中間マンが多いっていうのは本当やっぱあれだよねファミマンそうはあいやあもう本当に個人的に一番好きなのはやっぱこのなんだっけあのビストロマン、うん、あれうまいんだわファ,ごめん、ね、ファミリーマートの裏についてる会社ってなんだ例えばさ セブンイレブンだったら後ろに付いてるのがさ、うん、なんだっけセブンアンドアイホー,ホールディングスってなんだっけあの、なんだっ,たっけあのデパートじゃなくてスーパー、うーんセブンえっと<ん>忘れちゃったなんだったっけセ,セブンの親会社セブンアンドアイホールディングスそれのやってるなんかでかいさ伊藤洋行伊藤洋行どけ 系列じゃないうんもうねファミマってなんだろうねファミマって何どこが系列なんだろうファミマはファミマってファミマじゃないの普通にだけかねうんそうかもしれないねでなんだっけミニストップはイオンじゃんファミマってやっぱファミマだけなのかなあファミマ大元の会社ですかあ声優だって 声優意外とマイナーなとこあ伊藤忠商事の子会社であるああ本当だ声優なんだファミリーマートホールディングスとかある壮絶、ねうん、者は声優だよねうん意外と声優って全然マイナーだねローソンってどうなんだろうねローソンの親会社はどこなんだろうあ親会社三菱商事って書いててるでかっ だから潰れなななないいいんだ、うんんだだだからパパッッととしし三三菱三菱ってくでももう潰れれぞ絶対じゃ潰れはしないからこそなんかあぐらかいてる感があるっていうか、うん、パッとしなくないなんかファミマとかやっぱなんていうのミニストップじゃないやセブンイレブンとかさ結構頑張ってる感じがするじゃんそうやっていろいろ品ぞろえを増やして、うん、そうね三菱商社がついてたらそりゃそうかもしれないな でごめん肉まんがなんだってやっぱ肉まんね多いんですよだからそれこそあんまんって言ってもさ、うん、まあ、あんまんって言ったらあ,あんま一個じゃん、うん、あんまんでさえ二種類やるどういう粒あんとこシアン粒あんとこシアンなんですよ買ってるねいや食ってるね相当ファミマでも働けるんじゃないねしかも関東と関西でそれ違うんですよあそうそう えどっちがどっちだっけ腰ね。腰アンマンは、どっちだっけ忘れちゃった。えっ、ー、と。あ、関西ではこっち。そう。関東ではこっちみたいなそう、それがあるんだって。両方売ってるわけじゃなくてああ、ただただ,だ、えっ、ー、と、粒アンマンが、えっ、ー、と、関、うん、関西、まあ、あの愛知県とか岐阜県、まあ、とか、こっちの、西側ね。うん、で、 えと東京とかはえっ、ー、とこしあんあこれセブンイレブンじゃんだそうですねまあ、だ多分これも一緒だと思うんだけどなんで関東はこしあんが好きなのまあでもそれはさなんかあれじゃないまあな関東と関西の違いのさ違いあるんだろうねあるあるのやつじゃないだどっちの方が売れるかっていうのは多分やったんだろうねうんふーんってな感じでやっぱ豊富なんだよホットスナックに関してはマジ負ける気しないんだって うんあのファミマはあとね、うん、あのうちらがあんまり知らないコンビニがあるの知ってるまあそのさっきのラムーンもそうだけど、うん、東京に東京の子から聞いたあのなんだっけなマイバスケットあマイバスケット知ってるよ知ってる、うん、見こたこと、ね、なくない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 あでも俺,あ俺行ったことあるマイバスケット一回だけどこで行ったの それこそ東京のあ東京行ってた時ねうんそう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 マイバスケットでラーメン買ってたら食べてたどんな感じだったなんかねマイバスケットさちょっとスーパーみたいな感じこんな感じでイオンがスーパースーパーがちっちゃくなったコンビニみたいなうんうんそんな感じそんな感じそんな感じめちゃめちゃイオンらしいよなんでミニストップじゃないんだろうね結構スーパーあそうじゃあ安いってこと 安くはないんだけどまあ品揃えがめちゃくちゃスーパーだからあそうもう見た目だってスーパーだもんねこれうんへえ<ー>ちょっとちっちゃいスーパーかなマイバスケットね結構さ東京の人からマイバスケットって聞くからさ、うん、な聞くけどなんじゃそりゃと思ってあとささっきもちょっと言った「ニューデイズ」っ、うん、確かにどっかにあったなと思って調べたらあのね JR 東日本がやってる 確かに駅でしか見ないかもと思ったニューデイズ俺ね品川かなんかに見たよあったかもねそう、うん、東京でよく見たかもしんないそれは JR 東日本がやってるから JR 東海がやってるわけじゃないから名古屋にはないんだよふんそう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 だからそこはあんまりなんかどんな品ぞれがあるのかあんま知らないけどうんニューデイズだから知らないんだよねそうね本当にこのコンビニ論争はねうん あれだよね日本でいうあのキノコタケノコ論争ぐらいめちゃくちゃ続いてるからねまあ好きなコンビニは人それぞれ違うだろうねうんキノコタケノコもね話したいんだけどねでもねキノコタケノコはね着地点がないけど話したいね <laughs> うんだってでもあれやん争えないじゃん俺と母さんじゃああれあキノコキノコだったっけ俺だったらゴ,ゴリゴリのキノコ絶対キノコなんだよタケノコは誰か呼んでこないといけないんだよねタケノコ嫌いなんだよこれ なんで全然話変わっちゃうけどなんかチョコがうまくないクッキー感がありすぎるいやいやじゃあいやでもクッキー感で言ったら逆だよ何俺なんかザクザクしててうまいからなん,なんだっけなあのあれが好きなんだってキノコの山が好きなんだけどえた、ー、けのこの花がたけのこの方がクッキー多い気がするな,なんかバサバサしてなんかまずいあれあそうキノコはなんかサクサクしてるじゃん ちょっとあのスイーツ論争になってきたねいやいいよじゃあ,あの今回あちょっと待ってあのコンビニ会だったけどあのコンビニスイーツ会かもしくはあのスイーツ論争会をや,やろういやいいでしょうまあもちろんキノコたけのこのあれだけどね意見キノコ派が俺強いよ多分うちはそうだキノコたけのこ論争ってさ母さんが始めたと思ってたのたまたま幼稚園の、うん なんかお母さんたちと喋ってて「絶対キノコだな」って言ったら友達が「いやタケノコでしょ」ってなってそっからスタートしたから、うん、でなんかの時にいろ,いろんな人に聞いてたんだけどでも世の中で結構それってヒートアップしてるじゃんみんなそれ結構みんな言ってるよ意外とみんな言ってるからかね勝手に母さんが始めたと思ってた全然ちげえよでもね結局ねあれはあれの勝者どっちか知ってるど,どっちの方が多いどっちかどっちってかまあ,あれ誰が知ってる 誰かは知らんあのね明治なんだよ両方出してるからそう結局どっちが勝ってもあのまあ明治が勝ってるってことも、ね、う儲かるから結局は明治の勝ちなんだよねまあそりゃそうだそうはあまあどうでもいいけどっていうことですね最後ちょっと違う話になっちゃったけどまあ次回の伏線ってでね伏線でねそしてそあのお菓子対決はいああいいねいいねいいねコンビニ飲み物対決とかもあるかもしれないけどね もうそんななにあったっけいか俺マックかロッテリアだったら多分いけるよマックとロッテリア、うん、いやマックだな俺は今だったらマックだなマックの話こないしちゃったしな <laughs> 終わりじゃん <laughs>、うん、えだからガッチが多すぎるんだってあとあれもあえあのだからやスガキ屋かその他のラーメンかとかなあスガキ屋はラーメンと言えるかどうかだね<や>確かに言えるんだけど微妙だなあれを豚骨と言っていいかどうかは分かんない はいだいぶさ最後話が逸れましたけども <laughs>、まあ、今後のね、まあ、話してきない内容がいっぱい増えたので、はい、近日公開ということでお楽しみにお楽しみに、えー、このコンビニスクリプトもウェブサイトの方から見るんでクリプト <laughs> コンビニのスクリプトをもウェブサイトの方から見ることができます、はい、YouTube は不定期で出していますはい、はい えー、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回も聴いてくださいね。さようなら。さようなら。